みともラジオ。始まりました、昨日はお休みしてしまったみーともラジオですけども、この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりまして、どんな番組かというと、友達のいない僕がこのみーとものお話を聞いていこうと、そういう番組でございまして、あと吉田豪さんの、みーともがね面白いので、盗み聞きをするとね、あとザコシノはもうないかな、やってほしいな、狂った回答に、マジレスをするとね、あとネゴちゃんのネゴシックス の、 あの哲学的な、ミートモのお話が面白いと、あとはミートモのお話を聞いていこうという番組ですけども、昨日お休みしたのはね、名古屋のフリーダムというねイベントに遠征してたんですね。それもあのピカリン様が出るというので、なのでもうこのミートモラジオもね、毎日のようにもうピカリン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 、寝ても覚めてもピカリンピカリンって言うてるんでね、もう魔界通信でいいんじゃないかっていうぐらいね、もうピカリン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 、ああ本当にもうピカリン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 のことばっかり言ってるんですけど、そんなピカリンのライブに行ってきましてね、遠征ですよ遠征ね、魔界人の、友達と友達おたともと行ってきましてね、すごかったですよ。何があってね、フリーダムのまあいっぱいアイドルとバンドも出てたんですけど、僕はずっとアイコンドールのブースに張り付いてましてね、朝からずっとあのアイドルのやつを見てたんですけども、ブッピカリンの物販とかぶっていけなかったのが、ちょっと見たかったベルハーも見れなくて、あと誰だっけな、ドロップも見たかったんですけど見れなくて、その次の虹のコンキスタドールも見れなくて、絶対君、絶対君のせいだも見れなくて、その次も見れなくて、ベルリンハートも見れなくて、ベルハーね、ベルリン少女ハートで、プーティッパはなんとか最後ちょろっと見てたんですけど、まあ、ピカリンが見れたんでよしと。あとね、ゆるめるももね、ちょっと見れなかったんですよね。ビッシュも。ビッシュはね、メインステージやってましたけど。ね、見てて面白かったのは、まあ、ピカリンは本当にピカイチで本当に面白かったですね。すごいいいライブでした。あと、土下座ないでね、アテンドを初めてすることができて、それね、写真とね、動画がツイッターに上がってます。僕もリツイートしたんで、ほじってくださいね。あれは嬉しかった。あと、そうだね、マネキケチャ見れてよかったね。仮面女子と。あと、ね、まあ、みんなよかったね。みんなよかった。本当にみんなよかった。ただ、ピカリンが本当に素晴らしかった。そんなことしてましたと。じゃあ、早速ね、感想はね、あんまりつぶやいてませんけども、ツイッターでもね、見て、後々、僕もブログに書くかな？書かないな、これはきっと。まあ、いいや。何、びっくりしてんだ。行こう。こんにちは。お、声がこっち来とらん。何？こんにちは。今週はみんなでアンサーイベントが開催中ですよ。今から聞く注目の質問にみんなで答えよってイベントみたいです。よし、みんなのアンサーでたくさんの人と自分のアンサーを比べたら面白そうです。で、アメこのために使う2個いるけど、今週の注目の質問は、僕が今一番欲しい能力って何でしたっけ。なるほど、能力か。よし、転勤術から、あ
とは何もいらないよ。錬金術さえ手に入れば、僕の努力次第ですね。そういう返しをするかね。ね、見てみましょう。はい、見てみましょう。平さん、メルモさん、マキさん、YK さん、山口トンボさん、アイさん、エブモさん、あ、いっぱいあるね。じゃあ、あ、ストロー刺さってる、いいな。気になる人のを見ていきましょうか。じゃあね、そうだな、結構みんな答えてますね。じゃあ、平さんからいきましょうか。飴2個、123個もある飴。聞いてくれますか、うん、僕が今一番欲しい能力は体力なんです。体力ね、なるほど。これはなんか鍛えるしかない、いますわ。鍛えるしかない、ね、終わる。メルモさん行きましょうか。ちなみに、うん、私が今一番欲しい能力は瞬間移動。なるほどね。なんです。これは遠恋でもしてるのかな。まあ確かにいいですよね。遠恋でもしてるのかな、ね、いいっすよ。瞬間移動できたらね、睡眠時間がまずふんだんに取れるね。満員電車に乗らなくて済むね。いいことだらけ、いいことばかりは。あれどこ違うよ。まあいいやね。マキさん行こうか。マキで行こう、マキで。そういえば、うちが今、一番欲しい能力は、テレポーテーション。すごいね。子供の頃、エスパーマビに憧れていたので。うん、これね。なんです。みんな、瞬間移動大人気。サンキュー。テレポーテーション。ね。言うても3分の2ですけど。3分の2って偉いことやで。瞬間移動、うん、テレポーテーション、人気だな。ね、人気ですね。もう3分の2ですから、だって。ね。体力でしょ。YK さん行きましょうか。今日これで終わるかな。5、3チェックだけして、ね。実は俺が今一番欲しい能力は服が透けて見える能力なんです。そうか。僕これ持ってますからね。いりませんよ。サンキュー。僕これ持ってます。ね。小学生か。最高のツッコミ、ね。割らないスナツッコミ。本当だね。ね。次答える人は高校生ね。でその次大学生、中学生でも思いますよ、ね、その次は社会人です、ね、まあ男はしょうがない、許してあげてね。じゃあトンボさん行きましょう。かわいいな怪獣。僕が今一番欲しい能力は時間を止めるやつ。時間を止めて、みんな大体そういう欲しい能力が歌になってる。サンキュー。喧嘩をやめてね、うん、これはなかなか新しい欲しい能力は大体歌になってますね、うん、本当だね、本当にそう思う。ふんとふんと、はい。じゃあアイさん行きましょう、はい。全部は無理かな、急いで。実は私が今一番欲しい能力は傷を癒やす回復能力。ボイミ。なるほど、疲れてるね。なんで。いや、ベホイミとかベホマズンぐらいの方がいいんじゃないですか。サンキュー。ケアルガとか、うん、
今 MP 回復したいです。ペホマズンくらいの方がいいじゃないですか。疲れているんでしょう。はい、じゃあ湯本さんね、よいしょ。そういえば、うんうん、私が今一番欲しい能力は瞬間移動なんです。6分の3ぐらいですか今。 50% っすよ。本当人気、瞬間移動本当人気。本当に皆さん瞬間移動欲しがってますね、うん、本当に。イプシロン、あ、イプシロン積分言うの忘れたけど、はい、出ましたよイプシロン積分。あ、これ違うよ、こっちこれも1個ないな。こっちこっち、やったね、イプシロン積分ですわね。本当にみんなそんなに移動時間が惜しいのかね。あと何人 ?1,2,3,4 結構おるな。あれ一人飛ばしたかな。そういえば僕が今一番欲しい能力は面白い書き出し小説が書き出せる力なんです。なるほど、うん、切実。あ、間違えた。サンキュー。月末に本が出ますから、書き出し小説、何でした、猫の表紙のやつです。切実。おそらく僕も載ってますから、皆さん買ってください。おそらくね、載ってなかったら恥かいただけ。はい、じゃあ行きましょう。そういえば、私めが今一番欲しい能力は株価をイギリス EU 離脱前に戻す能力なんです。なるほどね、死人が出たという噂は聞きましたけど。なるほど、サンキュー。社会派ですな。社会派、ね、なるほどね。 EU もね、なんかよくわかんないですけど離脱したんですか。じゃあ、ケコさん行って終わりにしますか、今日は。どうすかね。ちなみに、うん、私が今、一番欲しい能力は、英語力。英語をよどみなく操って、コミュニケーションを取れる能力。欲しい欲しい、欲しい。欲しい欲しい、欲しい。なるほど。なるほど。意義なし。サンキュー。逆転裁判もね、TVerで見れるんでしょ。意義なし。他国語話せたら世界も広がるでしょうね、うん、世界中の言語を操れる能力とかも憧れるなあ。わら、意義のし、自分のにそれ勝てばよかった。意義のし、ペラペラになりたいね。意義のし、私発音だけやねん。わら、馬さんほんまですね。意義のし、全世界の言語操れたら無敵。ポンプポピちゃん、私も意義のし、ね、やべ、発音だけはいちょまえやで、うん、わら、意義のしね、あんま言葉に頼らないコミュニケーションがね、取れるのが一番いいですよ。言葉に頼らないコミュニケーションが取れればそれでいいけど、うん、大人数には向かないので、うん、言葉変えるね。ね、だから猫なんか言葉通じないでしょ。猫なんか呼んでも来ないっていうぐらいですから。でもね、あの、言葉通じなくても分かり合えるじゃないですか。そういう世界に なればいいなと。あ、誰か遊びに来たよ。誰だ。あ、びっくりした。誰だ。女だ、女。立ち明さん。よし、じゃあ無視してゴーサンチェック行こう。あ、ないね。あ、一つあるよ。やったね。聞こう。じゃあこれを最後に。どうもです。どうもです。ビッシュのことかな。僕が家を出るときに必ず持っていくものといえば、財布と鍵がセットになってるから、あれさえ持ってればなんとかなります。うん、おお、なるほど。です。携帯は、まあでも、なんとかなるか。携帯、スマホは、でもやっぱ財布とスマホかな。そういえば、最近、どんなことがありましたか。いいこと聞いたね。もう、おしなべていいイベントでした。フリーダム名古屋2016に、シーナピカリン様を見に行ってきましたよ。
素晴らしい圧巻のステージ。土下座内では初アテンドまでできてありがたき。ね、あ、他のとこではいろいろ問題もあったみたいだけど、招き手茶花火とか、ティッシュもみとか、みんなに教えたくなりました。ね、あ、ちょっとね、チェキを探してたんですけど、まあ、あのチェキを取りましたんで、それを出しておきますね。よかったです。どうもでした。どうもでした。ね。時間がちょっとあるようなので、ね、着替えて写真行きますよ、じゃあ。これを撮ってました。じゃあね、てな感じですね。ということで、ミートモールラジオとね、魔界通信ですわ、これからはね、やっていきたいと。じゃあ最後にいつものやつでお別れですね。チャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしてください。知ってる人ばかり、情けで登録しているよ。下のボタンを押すだけで簡単に登録できるのに、チャンネル登録をしてください。チャンネルね、ということで、ミートモラジオ改め魔界通信ね、これからもね、ぜひよろしくお願いしますというかね、まあ、あの本当に見なくていいですよ。誰も見てないとは、誰も見てないことはないですけどね。よくね、よくというかね、1回だけ見たのがね、2回ぐらい見たっていう人はね、いや面白いですねって言うんですけど、2回目3回目もでぜひね見ていただきたいね。その工夫を何か仕込まなくちゃいけないね。まあいいや、ね、アデュー。これあのバニラビーンズがライブの終わりによく言うんですけど、僕バニラビーンズのライブね、ちゃん生で見たことないですよ。あの在宅なんでね、ぜひ今度機会があったら、現場に伺いますんで、ね、バニラビーンズさんの現場にも。アデュー。